橋本環奈。橋本環奈、記号奇跡の一枚記号が話題となった当時は、盗撮されたり、ひそひそ話されたり。女優、橋本環奈、24が26日、フジテレビ系、僕らの時代、日曜前7.0に出演。記号奇跡の一枚記号で話題となった当時の悩みを振り返った。子供の頃から芸能活動をしているため、 挫折をあまり経験していないと語った橋本だが、自分が気づかないとこで負の感情があったと言い、中学3年生の時に、一枚の写真で SNS で話題に取り上げていただいて、あれよあれよ、という感じだったんですけど、と解雇。アイドルグループだった当時、橋本は福岡のイベントに出演し、そこで撮影された一枚の写真が拡散され、大きな話題に。 その時は親に強く当たってた。今は丸くなったねってすごく言われるんですよ、と意外な一面を覗かせた。橋本はなんか街とかにいてもみんなが見てる気がしてすごい視線が。あと盗撮されたり、普通に学校に通ってるだけなのにバスの中でひそひそ話されたり。日常の些細な部分がすごいきつくて。 今考えるとそうだったなって思うんだけど、その時は気づかなくて。ただイライラしてるみたいなと、脚光を浴びた当時の心境を振り、親とかマネージャーとかに言っちゃって。本当にその時があったのに、未だに支えてくれる人たちはすごい大事だなって思いますけどね、と感謝した。私のチャンネルを共有して購読するように。